はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴの無人島のレイ40566です。袋は5でパーツは239個、そして説明書が1冊です。それでは見立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは1体だけレイですね。漂流したということで髪とか口ひげボサボサになってますよね。一応このパーツ新パーツ扱いになってました。前にも似たようなパーツあったと思いますんで、色なのか、パターンなのか何か、変わってるのかなと思います。ちなみにこの下の顔はこんな感じの顔になってますね。合わせてみると口がね隠れちゃうんですよね。これちょっと残念だなと思いました。顔はこの一つだけになってます。でその下上半身パーツは21322のセットにしか付いてなかったパーツになります。ボロボロな服のプリントになってますんで、まあ、使えるセットがね限られてくるかなとは思いますけど、ただ前も後ろもしっかりプリント入ってますし、袖がないバージョンで、かつバックルはねゴールドになってますんで、結構レアなパーツになってるのかなと思いますね。でその下足パーツは今年の新パーツです。60328にしか付いてなかったパーツで、上と下でね色が違ってますよね。2種類の、パーツを組み合わせたパーツだと思いますんで、まあ、今後こういうパーツ増えてくるのかなという感じですよね。で手には望遠鏡を持ってます。次にイカダ見ていきましょう。係留するためのロープもついてますし、旗もあるんですよね。漂流中ということですけど、よく作ったなという感じかなと思いました。上にポッチありますんで、ここにレイをよいしょ、こんな感じでね、座らせたりもちろん立たせたりすることができるようになってます。いいですね。そして漂流した無人島です。島のサイズなんですけど、ぐるっと見るとこんな風になってます。後ろにも水が来てますんで、もう本当にこのサイズの島に、漂流したということだと思いますね。生き物としてはまずカニがいますよね。でここにオウムがいます。で魚が2種類ですね。釣り竿についてるやつと、こっちの魚すごくね珍しい色してますよね。まあ、ただ南の島だったらこんな感じの魚もあるかなと思いますね。でその下焚き火がついてて、こうやってね動かすことができますんで、これで魚を焼いてるということかと思いました。でその隣なんですけど、フライパンが置いてあるんですよね。まあ流れてきたのかどうなのかちょっとよくわからないんですけど、フライパンパーツついてるのは嬉しいですよね。で手前の方には瓶が流れついてます。いいパーツがついてるなと思います。でその上 SOS とありますね。真ん中浮き輪で O を作ってて、S はこれはねヘビがいたんでしょうかね。それを S に見立てて置いてるということだと思います。よくできてますね。あと生き物もう一個人手がついてました。これなんですけど予備パーツでもう一個入ってました。で奥にあるのが居住スペースだと思います。もともとあった岩場を使って
った、支えと、あと木でね一部支えてて、スペースを作り出してますね。よく作ってますよね。で手前の方にははしごがありますんで、ここからこうやって登って、上のスペースを使うという感じかなと思います。ちなみにここなんですけど、寝かせるとこんな感じになりますね。まあ正直ギリギリというところかなと思いますね。で小物としてはコップ、さっきの、釣り竿ですよね。で後ろにバックパックもね、ついてますんで、なかなか揃ってるなと思いました。あとこの手すりの感じもねちょっとおしゃれでいいですね。で屋根にはヤシの葉っぱを使ってます。奥にヤシの木ありますけど、色が変わってるあたりがねなんかすごくリアルですよね。で居住スペースの下のところ宝箱が置いてあります。よいしょ、こんな感じでね、引き出して開けてみると、はい、あの赤い宝石が2つついてます。デフォルトで2つということで、実は予備パーツでもう1個ついてるんですね。これ豪華だなと思いました。で一応正面のはしごを上げれば宝箱を前から見ることはできるんですけど、ここから出すのはねちょっと難しいんですよね。こうやって横にして出す必要がありますんで、基本的には後ろから出すということかなと思います。あと向かって左側のところは岩場になってますね。ここね植物がいろいろついてます。これなかなか綺麗じゃないかなと思いました。でそこから、ヤシの木が2本出てますよね。でヤシの木なんですが、葉っぱあの色違いをね2種類使ってます。こっちが濃いやつで、こっちが薄いやつになってます。ちょっとね分かりにくいかなと思いますけど、明らかに違ってますよね。で下の方にねなんかこういう風なパーツがついてます。これついてるのちょっと珍しいなと思いました。それと居住スペースのこの部分にポッチが一つ余ってます。ということでここにさっきのね、係留ロープをこうやって取り付けることができるようになってます。いいですね。はい、いかがでしたでしょうか。このセットキャンペーンでもらえるセットだったんですけど、ミニフィギュアパーツ類すごくいいのが揃ってますし、雰囲気もしっかり出てますんで、かなりクオリティの高いセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は239個です。以上、レゴの無人島のレイ40566を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。